上達のコツ。まあやり込みっていうのが一番いいですけどね。まあ本当に近道したいっていう必要はやっぱ建設ですよね。やっぱその例えば建築の仕方とか、まずはこれを作って階段を出して、でこれを出してみたいな、で階段作ってこれを出して階段作る、で戦う、でこの今流行ってる建設勝負ってあるでしょ。建設勝負っていうのはどれだけ階段を作れるか、どれだけ高いとこ取れるかって勝負じゃないですか。階段を作るんだよね。まずこういう風に作って、こう取って、こう上にみたいな、すぐ上取ればなんとなくいけると思う、階段を作るんだよね。まずこういう風に作って、こう取って、こう上にみたいな、エイムが合わない人か、なんか右スティックを使いすぎなんですよね、要するに。だからそのね、格ゲーやってた人っていうのは結構こうやっちゃう癖があるんですよ。僕なんか感度今 0.6 ですけど、これ結構パッドの人では速い方だと思うんですよ。 0.6 ってエイム感度、 0.6 って多分速い方だと思うんですけど、そんなに思ったほど右のスティック動かしてないですよ。本当に例えば大雑把に言えば、この家があったらこの家のところにエイムを合わせとくんですよ。もうそれで覗いてあんまり動かさないっていう。あとはエイムアシストが若干効くんで、このゲームはもうエイムアシストに任しちゃうっていう。タワーを早く作れる方法はもう横感度早くするしかないですね。最低でも7、8は欲しいですね。まあ8かな、8欲しいですね。今僕は8だと思うんですけど、8は欲しいです。で自分でやっててかなり遅いです、これ。正直これマウサーと戦ったらちょっと正直あんまり勝ち目ないですけど、これは悪口じゃなくて僕の意見なんで、なるほどね。これやばい、危ない危ない、回復したか、この人。結構ヤバめだったね、これね。建設すればなんとかなるでしょ。思いますよ、そういう風に。いや、行こう。エイム力に憧れる、ありがとう。まあ横感度遅くしてるんでね、建設はそんな速くないですけど、まあ、犠牲にしてエイムを良くしてるみたいな。あ、やばいやばいやばい。やば。ナイス。正直、まあ昔からエイム良かったっすけど、正直言えば、まあさらに良くなったかなっていう。たまにガバったりするっすけどね。これ僕が作ったやつだ。フリークっていうのはあのね、あの、右スティックと左スティックあるじゃないですか。そこに薄いゴムがあるんですよ。
わからない方いたらメルカリで、PS4 コントローラースティーフリークって調べたら出てくると思いますよ。正直フリークで変わったことはあるんですけど、これ何かっていうと、これ汗とかかくじゃないですか。僕結構手汗出るんですけど、汗とか手汗が出ても、手汗が出ても、前までちょっと納得いかないエイムだったのに、これだとボツボツがあるんで引っかかってくれるんで、まあ、ある程度エイムがしやすいっていう。うん。そう、300円なんだよね、300円。安いっすよ。で、これが2、3000円だったらちょっとね、進めるのやめようかなと思ったんですけどね、300円なんだよね。うん。まあ、別に、捨てたと思って、つけてみてもいいんじゃないですかね、一回。うん。で、それしかつけてないです。うん。飛んでる理由は敵に攻撃されないためなんだけど、これカチャカチャしてんのは癖だから。オーマイグッネス。あれー、正直、まあ昔からエイム良かったっすけど、正直言えば、まあさらに良くなったかなっていう。うん。まあ昔からエイム良かったっすけど、まあさらに良くなったかなっていう。まあさらに良くなったかなっていう。たまにガバったりするっすけどね。クソエイムやないかい。うん、エイム自慢してたらクソエイム発動したんだけど。やばすぎ。1v1 ですね。結構ロケランって撃たれてる、撃った時が一番顔が出てるんで撃ちやすいですね。どこにいんだろう。絶対あの辺だと思うんだけどな。スナイパーで覗かれてて頭出したらもう一撃ですからね。それだけは避けた。これやばくね、これ全然わかんない。ちょっと怖いですねこれ。Oh my goodness, GG! 初見さんよかったらチャンネル登録よろしく、 GG! ありがとうございます。危ねえ。えい。おい。Oh my goodness, D! Oh my goodness! Hey, GG! はい、じゃあ今、GG! やればいいんでしょ、ほら。やりましたよ。やればいいんでしょ、これ。みんな見たいんでしょ、これ。みんなお待ちかねでしょ、これ。ほらやればいいんだろ、やれば。ダメだ、殺しに行かないと。殺そう、もうダメだ。オーケー、GG! 翔平さん、よかったらチャンネル登録よろしく、GG! ありがとうございます。さあ始まりました。あー、ビクトリーだよかったら初見さんチャンネル登録よろしく、 GG! ありがとうございます。ありがとうございます。 Thank you!